亡くなったな。これまだ中身大丈夫だろうね。まだ大丈夫だな。まあやるしかないですよ。今までの借金を返すためにもやっぱりしなきゃないんですよ。35年この仕事やってきて、今更ね、あの別のこともやれませんので。これ何ですか？これこういった感じになれたら なと思ってさ、まあ、ちょうどいい機会といえば機会ですよ。ピンチとチャンスは裏表だね。今までの道具は一切ないから、一から準備です。行政のその一番国ね、助けるつもりがあるのねえの？本当に助ける気なんだったらさっさと助けてちょうだい。泥の中から缶詰を一つ一つ拾ってる。持ってまいりました。昨日の缶詰いかがでしょうか？見事は来年の3月以降は働きからそこで頑張っていきたいや。予算が上がってね、予算だいぶ動かしちゃった。そうですよ、借り値が増えるだけだ。でもこれね、機械にもう一花咲かせようっていうね、それはありますよ。